ここでは、等比数列の和その2について勉強します。この問題の解き方とその意味を確認していきましょう。まずは復習の方のための略解です。これを見ても意味がわからない場合は、ここから一緒に授業を確認していきましょう。ではいきます。今回のところですが、新たに学ぶ知識はないです。これまでに勉強した等比数列の和の公式を使うだけなんですね。等比数列の和の公式、もう一度さらっと確認しておきましょう。初項が A。 公比がある公数が n である等比数列、その和はどうなるかというと、二つの公式があったんですね。一つは公比引く一分の初項をかける公比の n 乗、n は公数が入るんですね、引く一だったと。もしくはこの公比を反対にしたね、一引く r 分の一引く公比分の初項をかける括弧1、一引く公比の n 乗でもよかったんですね。 でこの2つは何で用意されているかっていうとこの分母が正になるように使っていこうその方が計算がちょっとでも楽になるよねっていうことやったんですねつまり分母が正になるっていうことは公比の r が1より大きい時はこっち使うし公比の r が1より小っちゃい時はこっち使うしとかそういうふうな使い分けをしてたんですよね。 で今言っていることが意味わからない場合はですね、授業動画、頭皮数列の和、その位置でね、詳しくやってるんで、そちらを確認してください。今回はね、もうこれを使って問題を解いていきます。では、今回の問題の方針です。もうさっきの頭皮数列の和の公式を使うっていうことは、この公式を使うためには、諸項、公費、公数、この3つを明確にしておく必要があるんですね。逆にこの3つさえ明確にすれば、もう公式に当てはめれば答えは自然に出てくるという流れです。 では今回の問題具体的に攻略していきましょう次の等比数列の初項から第 N 項までの和を求めようとカッコ1は41236という等比数列ですねもう見たら分かる通り初項は4ですで公比はどうなるかっていうと割り算したら分かりますよね1 2る4でもいいですし3 6る1 2でもいいですいずれにせよ公比は3と分かりますで項数は今回は初項から第 N 項までと言ってるので項数は N になります でですすすからあとは公式に代入するだけですね。今回は公比が3ということで1より大きいので3 1公比く1分の初項×公比の n く1という式ができるんですねあとは計算して整理していくだけです分母が2になるんでねその2と4を約分してそしてこの出てきた2をね展開すれば 2×3 の n く2というふうになります、まあ、展開しなくてもねこの段階で答えにする場合も多いです それはもうどちらでもいいという感じでね。センター試験とかやったらその答えが求めてる形に合わせてあげるという流れですね。OK でしょうか。では次、カッコに行きましょう。カッコには6、4、3分の8っていう等比数列です。もう見たらわかるように、初期はすぐ6と分かりますよね。公費もさっきと一緒で 4÷6 でもいいですし、3分の 8÷4 でもいいです。どちらでも大丈夫ですね。で、公数は先ほどと同じように n になります。ですから、 あとはは公式に当てはめるだけですね今回の公比は1より小さいのでね 1-r 分のでいきますつまり 1- 公比3分の2分の初項をかける1公比の n 乗で OK なんですねこれもあとは計算していくだけです分母を計算すれば1-3分の2で3分の1となります で3分の1分の分子はそのままなんですかね。この3分の1分のっていうのがややこしいんで、分母にも分子にも3をかけてあげると。そうすれば分母は1になってもう書かなくていいですよね。でサブ6、18です。その18を展開すればね、これになります。もちろん18括弧のこの1-3分の2の n 乗という形でも問題ないです。OK でしょうか。 ではラスト3番もいきましょう。これもどんな等数列か見極めます。マイナス4、2、マイナス1ということは、初項は当然マイナス4ですね。で、公比は割り算で出ますよね。2割るマイナス4でもいいですし、マイナス1割る2でもいいです。いずれにせよマイナス二分の1と分かります。交数は n ですね。で、今回公比はマイナス二分の一ということで、1より小っちゃいので、やはり1引く R 分のを使います。ということで1、1引くマイナス二分の1分の初項マイナス4。 かける1公比の n 乗これが等比数列の和の公式でしたよね。であとは計算していくだけです。分母は1ス2分の1ということは2分の3ですね。で分子はそのままです。ただこのね2分の3分のっていうのが気持ち悪いんでこの分母をなくすために分母にも分子にもかける3分の2をしてみましょう。そしたら分母は分母でも二2分の3かける3分の2は1になってねもう分母を書く必要がなくなります。 で、分子はマイナス4る3分の2でマイナス3分の8。そしてこの中間そのままですね。で、これが答えでもいいですし、展開してこのような形にしても構わないです。で、あちなみにね、まあ、こんな形になると少しややこしいのでね、答え合ってるかどうか不安になるかもしれないですよね。その時はですね、この n に1を代入してみてください。そしたら計算すれば、ちゃんとマイナス4ってなってね、合ってることがわかります。 この、N、に2を代入してみてみください。この2を代入したやつを計算すればこのラ4 2 2っていうことは2項目までの和ですね2項目までの和は −4+2 でス2になるんですがちゃんとここに2を代入してもやはりス2になるっていうことが確認できますのでねこれはあこんな風に見えても実は合ってるんだなっていうのがわかるかと思います。 はい、ということでここでは等比数列の和その2について勉強しました。どうでしょうか、理解できましたでしょうかね。あとは自分でもノーヒントで再現できるようにこの問題類題、しっかり練習しておきましょう。